和食の味を決める出汁。日本の食文化で大切に受け継がれてきた出汁について学ぼうと、幸手市の小学生が鰹節削りに挑戦しました。幸手市立桜小学校で5年生を対象に開かれた授業では、鰹節を販売している人弁の堀江直之さんが講師を務めました。堀江さんは実物大のカツオのぬいぐるみを使いながら、1匹から4本のカツオ節ができることや、あえてカビを生やすことでカツオ節特有の香りを引き立たせることができることなどを説明しました。そして子どもたちはカツオ節から取った出汁を味わった後、慣れない手つきでカツオ節削りに挑戦しました。カツオ節はなんか干したりするものだと思ってたけど、カビ生やすことは初めて知ってちょっと驚きました。なんか味はちょっと薄かったです。薄くてなんか鰹節かなってちょっと疑問に思いました。なんか売ってる時よりも生で食べた方がとても味が濃くて美味しかったです。